はい、コズの趣味部屋です。今回は、見ての通りセイントセイヤですね。はい、セイントセイヤのね、私の、星座である、ジェミニですね。双子座です。こちら色紙ですね、セイントセイヤ、ゴールドオブソウル、黄金魂、テレビで放映してましたね。はい、ゴッドクロスですね。ジェミニのゴッドクロス、はい、かっこいいね、やっぱ。これはかっこいいわ。で、じゃあ次、一番後ろ、これが本線形ですね。翼がね生えてんだよね、ゴッドクロスはね。でも結構こう肉厚な感じで、なってますね。はい、で、お次がね、女子が、嬉しいんじゃないかな、これはね。はい、はい、ドン、あら、サガのあられもない姿。ちょい下だったらちょっと危ないね、これね。かっこいいね、やっぱね、肉体美。どうです、上司の人見てるか分かんないけどね。ちょっとね、ジェミニの悪の方って感じですね。はい、一応ね、これほんと色紙な感じで、はい、今回はね、これだけではないのですよ。はい、とりあえず私の、ジェミニコレクション、まあほとんどねセイントセイヤーはジェミニしか集めてないんですけど、まあその中のね、コレクションを紹介したいと思います。はい、まず最初はね、ジェミニセイントクロスマイス EX のね、ジェミニのサガです。はい、はい、いやかっこいいね。まあ自分の星座だからね言ってるっつうのもあるかもしれないけどね。いやいい。はい、続いてね、はい、はい、ジェミニの、メイですね、サープリス、のスペクターの方がね落ちちゃったジェミニ。はい、まあこの時のジェミニもねかっこよかったんだけどね、こうメイもかっこいいよね、サーブリス。このねマントはね一応海外品です、海外品。それをね、つけてます。そうするとねすごいなんかかっこよく見えるね。いやかっこいいんだけど。はい、続いて、はい、これはねセイントクロスマイズの初期のやつですね、それの謎の男バージョン。はい、それの、ジェミニのサガアナザーディメンションポーズ撮ってみました。はい、まあ、これはね布がねあれなんですよ、ペラ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 なんですよね。プラスチックじゃないっていうね。はい、で、続いてね、横、はい、ジェミニの亀。はい、これはクロスマイス EX ですね、魂ネーション限定のやつです。はい、いやー超かっこいい。はい、いやカノンもかっこいいね、びっくりなんだけどね。はい、隣、はい、あそこにね、タナトスいますけどね、セイントクロスマイスの、タナトスね。はい、これかっこいいよね、これはね。本当ねセイントセイヤーはジェミニしか集めないことにしてんだけど、これはかっこよくてね買っ
ちゃいましたね。いやーかっこいい、これはかっこいい。はい、でちっちゃい、これはガチャガチャだったかな、何だったか忘れたね、食玩だったか、うん、おちみで、当時物としてね、私が、小さい頃持ってました。はい、ジェミニ、ジェミニのセイントクロス体型、大きい系列って書いてね、体型、はい、それのシリーズですね。謎の男バージョン。一応ね、可動範囲がほぼないんでね。アナザーディメンションポーズもこんな感じになっちゃいます。もうお手上げ状態みたいな感じになっちゃってますけど。はい。そうするとやっぱすごいね、進化がね。進化がすごい。玩具の進化すごいね。はい。続いては、お隣、はいはいはい、ここら辺はね、マスコレですね、マスクコレクション、右がね、普通に市販されてたやつのシークレットのサガ、アクサガバージョンですね、うん、で、真ん中が、謎男バージョンと左がアーレスですね、強行バージョン。これはね、プレ版限定かな、プレミアムバンダイ限定で発売されてたやつですね、はい、いやかっこいいね。この謎の男バージョンはね、やっぱり、ね、マスクかぶってる状態が一番かっこいいよね。このサガの素顔でかぶるとちょっとあれなんだけど、謎男バージョンが一番かっこいいね、マスクかぶるとね。で、まあ奥ちょっとねちらっと見えたんですけど、まあ次のあのなんだっけ CG アニメーションの、サガですね、うん、まあ、アシュラ男爵って言われてますけどね、はい、まあ、それとね、あとソウル・オブ・ゴールドの、レオ、これはね、一番最初にゴッドクロスで買ったんですけど、うん、あのかっこいいよね、レオのアイオリアもね、うん、かっこいい。一応ね、サガサーガもう予約してるんですけどね、うん、プレミアムセットだっけな、普通の再販のこのね、サガとゴッドクロスが一緒になってるサガサーガ、サガサーガセット、それはもう買って、予約してますね、はい、で後ろに、強行アーレス座ってますね。これはこれの、セイントクロススマイル初期のやつの、まあ同梱されてたやつですね、アーレス、うん、今回のサガサーガもね、アーレス付属するんでね、そっちもどういう感じなのかね、気になりますけどね、はい、ということでね、以上がね、私のセイントセイヤコレクションです。ほんとね、サガしかいないっていうね、まあ、ちょっとタナトスとかね、かっこいいのはいますけどね、やっぱね、セイントセイヤ金色だからね、すっごいね目立つね、ゴールドかっこいいな、はい、ということでね、今回はこれで終わりなんですけど、まあ、次回ねサガサーガ届いたらちょっと開封したいと思います。まあまだ先ですけどね、まだ先っていつだっけな、すごい、うん、まあ、その時にまたね、動画アップしたいと思います、今回は以上ですね、はい、ご視聴どうもありがとうございました。